梅雨の期間、人家近くの道端で燃えるような鮮やかな花を咲かせたヒメヒオウギ水仙の開花風景を紹介しましょう。ヒメヒオウギ水仙はアヤメ科ヒオウギ水仙属の多年草で、人家近くの道沿いで生えています。南アフリカ原産のヒオウギ水仙とヒメトウショウブをヨーロッパで交配育種した園芸品種で、日本には明治時代の中頃渡来したと言われています。別名モントブレチア、クロコスミアとも呼んでいます。園芸品種のものが野生化して各地の道沿いで生えています。開花時期は6月から8月です。花茎の高さは50から80センチです。相乗果樹を出し、上部で分枝して四赤色の花をつけます。花の直径は2から3センチです。神経で幅は 3.5 センチほどです。地元ではピーピー草と呼んでいました。小さい頃、根元の葉を10センチほどに切って草笛にして遊んだものです。その時に発する音がピーピーと出ていました。しばらく開花風景を楽しみましょう。
姫ひおうぎ随泉の開花風景をご覧いただきました。案内はふるさと種子島の結城香織でした。